吉田さん、吉田さんが言わんとすることはよくわかります。私も有料の方がいいと思うんですよ。特に辞めるつもりがない、私にとってみたらね。で、絶対に利益は残るわけじゃないですか。だってその、運営費とコストって考えるわけですからね。一つの例として、その、ドメインとか有料でやってる人がね、更新しなかったら、熟成さん全員、ボガンなわけですよね。で、私の場合は人ドでしょ。 人類は無料バージョンと、プロっていう有料バージョンと、ビジネスっていう超有料バージョンってあるんですよ。だから、財務的にはしっかりしてるのと、このままでは無料バージョンがなくなりますんで、アップグレードしてくださいっていうね、連絡が来るんでね。まあ、リスクヘッジはそこにあるかなっていうことと、あと私の即可塾のホームページって3ヶ月ごとに入れ替えて、どんどん次のに次の次のに乗り換えてるんですよね。まあ、ですんで、例えばあ、全部なくなりましたって言っても、3ヶ月分掘り起こせば、 いいのかなというところと3か月分は全てストックしてあるんで3か月分をアップロードすればいいかなっていうところでまあうまくいけてるかなとだから根っこでね YouTube がなくなったら楽んですねだからやっぱり有料の動画サービスこれはねやっぱり考えないといけないですねまあ有料と無料両方とも使いながらうまく泳いでいくしかないかなっていうところと続けるつもりならやっぱり吉田さんが言うように有料を使うことですよね 続けるんだけども、例えば私が60歳まで続けるとしたら、あと10年のコストを考えたらね、そしたらまあ差し引き絶対プラスになるわけなんで、ケチなこと言わなくていいかなと思うんですけどね。でも今のところ無料で不自由してないんで、無料の部分はこれでいくかな。私の場合はね、無料の素材を使って有料塾が運営できるみたいな、こう、スタイルを見せてるんですよね。ですんで、人類使う人、なんかね、いますし、バンディーカもロゴが出たまんま、それで有料のコンテンツ売ってる人もいますしね。 ま、本当に誰を真似るかっていうところでね。面白いもんですよね。本当にね。お疲れ様です。いってらっしゃい。